ました。今日の試合振り返ってみてどうですか。そうですね、前半はまあ結構点差とか縮まってて結構いいクロスゲームができたんですけど、後半やっぱ相手が乗ってきた時に対して自分たちがディフェンスだったりリバウンドで我慢しきることができなくて点差離れてしまったので、そこがチームとして問題だと思いますし、個人としてはやはりそういう相手がどこで乗っているかっていうのをやっぱ分かった上でディフェンスしなきゃいけないし、僕たちが誰が当たってるかっていうのもやっぱ把握しながら自分がもっとコントロールすればもっといいゲームできたんじゃないかなっていう、そこが反省だと思います。確かに今お話にあったように前半良かった中で永田選手自身も3ポイント決めたり3連続で得点決めた場面もあったと思うんですけど、自身のプレーだけ振り返ったらいかがですか。シュートはまあ結構今日入って良かったと思うんですけど、まあ、やっぱこういうゲームで、まあ、自分がシュートシュートシュートってなってしまって、あんまり味方にいいパスだったり気持ちよく周りの選手プレーをさせてあげられなかったのがやっぱポイントガードとしてはそこがやっぱ反省だと思うので、もうちょいそこの自分がシュートを打つところとその味方にやらせるところっていうのをもっと両立させて、もっといいボールムーブができたなと思います。その中で福田や大堀の先輩も法政大学にはいらっしゃると思うんですけど、そういった選手がいる中で会話とか、なんか試合中今日あったりしましたか。そうですね、まあ、春樹さんはやっぱそういういろんな自分がプレーできるときに、気づいたことをすごく言ってくれて、それ本当に助かってますし、逆に僕がその春樹さんだったりそのジョーさんだったりにこうしてほしいみたいなことを言ったら本当に聞いてくれてそれを実行してくれるので、本当にいい先輩たちだなと思います。今日の相手は無敗で周囲を走っている国士舘だったと思うんですけど、実際に当たってみて印象2回目だと思うんですけどいかがですか。そうですね、やっぱり、まあ、強いっていうのは分かってたんですけど、やはりやってみてその もちろんポイントガード の25番の人もやっぱりコントロールがやっぱ自分より上手いですし、他のフォワード陣の人たちもシュートだったり本当にディフェンスだったりがすごく上手で、その他の、まあ、センター陣の人たちはやっぱり力強くやるところとうまく味方生かしてスクリーンだったりするところっていうのが本当にいいバランスでやっぱやれていたので、本当に結構強敵だなと思いました。ありがとうございます。今日そんな強敵の国士舘とも前半競っていた場面もあったので収穫もあったかなと思うんですけど、これからの試合に向けて意気込みだったり目標はありますか。はい、まず、まあ、今日負けてしまったんですけど、まだまだリーグ戦続きますし、今2位っていう状況でまだ3位4位のチームもやっぱ自分たちに強く仕掛けてくるというか追い越してやろうという気持ちがやっぱ強いと思うので、そこにしっかり負けないで受け身に立つんじゃなくて自分たちがもう一回チャレンジャーという気持ちで必ず入れ替え戦に行って、まずそこです。まず入れ替え戦に行って全員でもう一回入れ替え戦に戦ってから、その目標である1部昇格とインカレ出場というのを頑張ってやっていきたいなと思います。じゃあ最後に応援してくれるファンの方に応援ありがとうございました。まだまだリーグ戦続きますので、僕たちも目標に向かって一試合一試合全力で戦うので応援よろしくお願いします。